国鉄400系蒸気機関車。国鉄400系蒸気機関車は、日本国有鉄道の前身である、内閣鉄道局がイギリスから輸入した、タンク式蒸気機関車である。本港においては、400系のほか、500系、600系、700系、私鉄向けに製造され国有化により、国鉄に編入された280系、450系、480系、 490系、800系、850系、870系及び同系の指定付き、並びに本系列の変形である100系、220型について合わせて記述し、類似設計の230型と860型は別項で記述する。1バイト1もしくは2から4から2の車軸配置を持つ中型の機関車であり、大きさや性能が手頃で、 使いやすかったことから、間接鉄道では、国産も含めて、複数メーカーから改良系を多く導入し、施設鉄道においても同系車が導入され、国鉄から私鉄等へ譲渡された機体も多い。本校で記述する、各形式及び別校で記述する230系、860系の概要は、以下の通り。なお、これらの機関車の導入時点以降の間接鉄道、 国有鉄道の所管省の推移は以下の通り。また、間接鉄道、国有鉄道の建設、運営を担当した組織部門の推移は以下の通り400型は、鉄道輸送量の増大によって、従来使用されてきた車軸配置1バイトのタンク式機関車の牽引力不足が目立ってきたことから、より大型の機関車として1886年に、 イギリスのナスミス・ウィルソンに発注されたものである。本形式以前の1882年に、車軸配置2バイトのタンク機関車である、関節鉄道27-29号機が、ベイやピーコックから輸入されたが成績が良くなく、また、先はのない車軸配置 B1 の転打機関車である、A、B 号機の第一道輪の摩耗が激しかったことから、1バイト。 一の車軸配置が採用されたと考えられている。一バイト1の車軸配置は、機関車の前後端の動揺が大きくなるため、先はと従林には復元力の大きいラジアル軸箱を採用したとされている。ラジアル軸箱は、ロンドン北西鉄道の機械主任技士であった、カイダブリューエップが八百八十二年に考案したもので、円弧状の軸箱ガイドの内部に軸箱を修道させる。 ことによって、車輪を横動させて、曲線通過を容易にする構造で、左右の車輪間の車軸下部に復元用のコイルバネを設置している。なお、本形式では2 5ト、mm、ルの横動が与えられていた。また、弁装置は、当時の主流であった、スチーブンソン式ではなく、機構が簡便で動作も正確な除意識が採用されている。シリンダーは、先はの後部、 動輪の全部に配され、主連棒は第一動輪に接続される。運転室は比較的大型のものが備えられ、側水槽、背部炭庫、水槽と一体の衣装となっている。砂箱は側水槽全部の歩み板状に設置されており、そこから弁装置とシリンダ上部の弁室までを覆うカバーが設けられている。間接鉄道本形式は、 ナスミス・ウィルソンで4両が製造され、1887年1月に、鉄道局に納入され69、71、73、75号機となり、フランシス・ヘンリー・トレビシックが1897年に、イギリスの雑誌・ザ・エンジニアに寄稿した、記事、30タイプス・オブ・ロコモーティブ・エンジンズ、インペリアル・レールウェイズ・ジャパン中で使用した AZ、ABAD の区分においては、 J クラスに分類されていた。69から75号機は、4両とも当時運行、及び車両修繕を受託していたであった日本鉄道に貸し出され、1892年3月の鉄道作業局から日本鉄道への全面業務移管に伴い、W に4型18から21号機となった。その後百九十九年に、暴走鉄道に譲渡され、十九。 21、18号機が、1 k 1数、33、4通号機、20号機が4型6通号機となった。1906年に交付された、鉄道国有法による、施設鉄道の国有化施策による1907年7月の、暴走鉄道の国有化に伴い、本形式も国有化され、これに伴う1909年8月23日付、 機関車番号及び称号改正の件による同年10月1日の形式称号改正により、車両形式称号規定に基づいて400型となり、房総鉄道の番号順に400の403号機となった。川越鉄道1914年に403号機が川越鉄道2乗とされ、しばらくそのままの番号で使用された後、合計5号機となって、 自社発注の同型車と共に使用されたが、1944年に4型4通に改められ、多摩線で1957年9月まで使用された。1961年12月に上部鉄道に貸し出された後、1965年4月に返却され、同年10月1日付で廃車となって、当初はユネスコ村で、1993年以降は、 西武鉄道横瀬車両基地で生体保存されている。東上鉄道1914年に400から402号機が東上鉄道に譲渡されて A1K1 から3号機となり、1920年7月の東武鉄道との合併に伴い C3 型41から43号機となり、さらに1924年に 鉄道院から譲り受けた B5K41 から50号機を導入した時点で51から53号機に改版された。その後、51、53号機は1938から39年に日本製鉄に譲渡され、52号機は1941年に三井鉱山三池公務所に譲渡されて21号機となり、1951年には 三井鉱山美媒工業所に移って同番号で使用された。600系の形式図500系、600系、700型は1886年に輸入された400型が期待通りの成績を示したことを受け、1897年からその改良型として増備されたものである。400系の軸重が8.48トンと当時の 許容軸重11トンに対して余裕があったことから、運転整備重量とシリンダ寸法を拡大して、牽引力を増強している。これらの形式は1909年に制定された、車両形式称号規定により定められたもので、鉄道作業局時代の形式をとって、通称 A8K と呼ばれており、関節鉄道が輸入したものばかりでなく、私鉄が輸入し、国有化によって、 間接鉄道に編入されたものも含まれる。形式の区分は、旧所属鉄道に関わりなく、メーカーによって区分されており、ダブス製が500系、ナスミス・ウィルソン製が600系、バルカンファ・ウンドリー製が700型となり、いずれもイギリスのメーカーである。両数は、五百型が十一両、六百型が十八両、七百型が十八両である。間接鉄道び、 鉄道国有法の対象となった施設鉄道が導入し、1909年10月1日の形式称号改正によって500系、600系、700型となった機体の経歴は以下の通り。関節鉄道関節鉄道は1887年からナスミス・ウィールソンに、翌年からはダブルスにも発注している。前社は1890年までに34両。 後者は1892年までに30両の計64両が導入されて109から191、197から219号機、82から10号機となっているほか、1891年にバルカンファウンドリー製の2両が採用鉄道から間接鉄道に譲渡されて193、195号機となっており、フランシス・ヘンリー・トレビシックによる分類では、 ラブス製を K クラス、ナスミス・ウィルソン製を L クラス、バルカンファウンドリー製を M クラスとしている。間接鉄道における製造の概要は次の通りである。奇数番号は新橋所属、偶数番号は神戸所属で、新橋所属のうちの31両は、日本鉄道及びその視線角である、神戸鉄道、水戸鉄道、両毛鉄道に振り向けられ、 141、143 14号機が、甲部鉄道、131、133、135号機が、水戸鉄道、123、125、127、165、167号機が、両毛鉄道の所属となった。その後、両毛鉄道の三、百二十五、百二十七号機は、関接鉄道に戻り、百九十二年に、 水戸鉄道所属の機体が1897年に両毛鉄道所属の機体が合併により日本鉄道に移っている。1892年の日本鉄道への全面業務移管に伴い1894年5月に日本鉄道及び両毛鉄道所属機及び後部鉄道所属機が開版され日本鉄道ではダブス製は d 2 4系 ナスミス・ウィルソン製は W に4型となり、後部鉄道では K1 型となった。同時に、間接鉄道でも、1894年5月23日付、局有機関車番号変更の件によって6月1日に、日本鉄道への正式移管に伴って生じた、欠番を埋める形で改番が行われた。その後、1898年11月14日付、 機関車種類区別の件によって三車製造分を統合して A8 型となった。1902年4月12日付、A8 系機関車番号変更の件によって5月1日に再度改版が行われ、三車製造分を通番の850から 884? としている。番号の新旧対象は次の通りである。山陽鉄道山陽鉄道においては、 バルカンファウンドリーへ1887年に6両、1888年に2両、1890年に4両、ダブスへ1892年に2両の合計14両が発注されている。このうち1888年製の2両は、西洋鉄道側に該当する車両がなく、注文がキャンセルされたか、海難事故等の理由により、日本に到着しなかったと推測されている。 1891年、不景気によって、山陽鉄道の経営が苦しくなり、保有する蒸気機関車の半数近くを売却することとなった。これらは、社長の中身川彦次郎が近い将来の神戸、尾道間開業に備えて購入したものであったが、その尾道延長が困難になった当時、高価な機関車を都に保有していても仕方がないという判断であった。本形式からは、 これにより、関節鉄道へ2両、筑豊工業鉄道へ2両の計4両が譲渡された。関節鉄道に譲渡された2両は193、195となったものであるが、195の製造番号が1300であることが確認されており、1890年製のうちの1両であることがわかる。筑豊鉄道へは1892年度に譲渡され、3、 4と不満されたが、後に合併により、九州鉄道へ移った。山陽鉄道に残った1887年製の6両は、1系1から4、6、7号機となったが、1898年度に1、2号機が、東武鉄道及び南海鉄道2乗とされた。これらの製造番号は、それぞれ1218、1222であることが確認されており、 後に、鉄道員七百一から七百四号機となった機体は、製造番号千二百十九から千二二百十一、千二百二十三であると推定できるが、これらの製造番号と番号の符号については、よくわかっていない。千八百九十二年、ダブス社製の二両は二系八5号機となっており、山陽鉄道の a 八系は、六両在籍で千九百六年十二月の、 国有化を迎えることになる。日本鉄道日本鉄道は1892年に、関節鉄道が管理していたナスミス・ウィルソン社製 W24 型18両、ダブス社製 D24 型12両を正式に自社所有とし、1897年に両毛鉄道を合併して、ナスミス・ウィルソン製の46から47号機を追加した。 1899年には C タンク機との交換で岩越鉄道からナスミス・ウィルソン製の18通から19通号機を譲り受けしている。1907年の鉄道国有法による国有化時点の保有数はナスミス・ウィルソン社製 W24 型が19両、ダブス社製 D24 型が12両の計34両である。 後部鉄道、後部鉄道へは、戦術した間接鉄道経由で入線した1、2号機のほか、自社発注で4両を導入している。間接鉄道経由のものを含めて、全車がナスミス・ウィルソン社製で、計1型と称された。内訳は以下の通り。上機のほか、1902年に1両がナスミス・ウィルソンに発注されたが、こちらは、冒険の川越鉄道に入り、 同社の4号機となった。暴走鉄道暴走鉄道は、間接鉄道が発注したダブス製の1両と、ナスミス・ウィルソン製の4両を導入している。前者は2系、後者は3型となった。内訳は以下の通り。これら5両のうち、1897年に1、4号機が岩越鉄道に、3号機は総武鉄道に、 上渡されており、1906年の国有鉄道法に基づく買収により、国有化された機体は2両であった。京都鉄道、京都鉄道は、ナスミス・ウィルソン製を3両、ダブス製を2両の稽古量を下記の通り導入しており、それぞれ1系2型となった。このうち、2I3 号機は、関節鉄道発注の1894年製の、 機体を鉄道連帯を経由して1895年に導入したもの二通号機は微細鉄道が発注した機体を竣工前に譲り受けしたもので一方でに合号機が1896年に房総鉄道に譲渡されおり残り4両が国有鉄道法に基づく買収に伴い1906年に国有化された大阪鉄道関西鉄道を大阪鉄道が以下の 1> 計1 8両を導入している。これらは1900年に大阪鉄道が関西鉄道に合併されたのに伴い、同社の池付き型に編入され、ダブス車製は52から56、バルカンファウンドリー車製は59から68、ナスミス・ウィルソン車製は69から71となった。第三種に分類された13両は、側面と背部の水槽がやや大きく、 全長もやや長いため、大阪型と呼ばれ区別された。関西鉄道へ直接入ったものは、すべてダブス社製で、次の通り、計1 3両が製造され、池月型と称された。1907年の国有化により、関西鉄道から関節鉄道に引き継がれたのは、上記の31両である。三宮鉄道三宮鉄道は、ナスミスウィルソン製の五両を 1K1 から4。 6号機として導入し、前期が1907年の国有鉄道法に基づく買収に伴い国有化された。なお、1903年に、汽車製造制の同系機2両が 1K7 から8号機となり、国有化後に800型となっている。また、ナスミスウィルソン社制で、車軸配置を1バイトとした A8 系列の変形車で、ある 2K5 号機を1896年に、 導入しており、国有化後に百0 0系100号機となっている。総武鉄道、総武鉄道、三総武鉄道は、以下の通りナスミス・ウィルソン製の13両を1、型として導入した。このほか1898年に、房総鉄道から1895年製の3型3号機を、譲り受けして1系4、通号機としたほか、微細鉄道が1898年に三両、 発注したもののうち一両が、竣工前に、総武鉄道に譲渡されて1899年に、総武鉄道15号機となった。国有鉄道法に基づく1906年の総武鉄道の買収により、これら15両が国有化された。一方で、1901年に一両が発注されたが、竣工前に、西成鉄道に譲渡されて一通号機となり、 さらにその後1903年に北海道鉄道の B2K5 号機となった。北海道鉄道総武鉄道がアナスミス・ウィルソンに発注した1901年製の一両が西成鉄道を経て1903年に北海道鉄道の B2K5 号機となっており、国有鉄道法に基づく1907年の北海道鉄道の買収により国有化されている。国有化による 海盤1906年交付の鉄道国有法に基づき、北海道鉄道、日本鉄道、総武鉄道、房総鉄道、甲武鉄道、山宮鉄道、関西鉄道、京都鉄道、山陽鉄道、九州鉄道の同景気が買収により、国有化された。しばらくは、私鉄時代の形式番号のまま使用されたが、1909年10月1日の、 形式称号改正によりこれらの機体と A8 型は、メーカーごとに分類されて、ダブス製が500系、ナスミス・ウィルソン製が600系、バルカンファ・ウンドリー製が700型となった。また、1908年に、微細鉄道から1両が交換により、1920年に、成田鉄道から7両が買収により、それぞれ国有鉄道の所有となり、前期の分類により、 各形式に編入された。新旧番号の対象は次の通りである。筑豊鉄道、九州鉄道九州鉄道においては、1892年に筑豊工業鉄道が採用鉄道から譲り受け、1897年の合併により引き継いだ2両と自社発注の5両の計7両が在籍した。九州鉄道では67型となり、 筑豊鉄道からの引き継ぎ行きも同形式に編入された。中国鉄道、中国鉄道が1897年、ナスミス・ウィルソン社製の一両の一号機を導入しているが、本機は、大見鉄道が三両を発注したうちの一両である。1944年の戦時買収により、国有鉄道席となり、490系490号機に改められた後、 1949年に廃車となった。南海鉄道南海鉄道へは、1887年バルカンファウンドリー社製の一両を、西洋鉄道から譲り受けして1900年度に入線している。西洋鉄道の1、2号機のうちのいずれかで、南海鉄道では7型13号機となった。1917年11月に秩父鉄道へ、 譲渡されて1925年まで使用された。大海鉄道大海鉄道では、開業に際して1897年に、ナスミスウィルソン社製に3両を発注したが、1両は中国鉄道に回され、大海鉄道へは2両が入線し、1、2となった。1は1898年6月7日に入線したが、2は開業に間に合わず、 開業から4日後の6月15日に入選した。1928年の全線電化まで主力機関車として活躍し、電化後も彦根駅機構内の入れ替えや貨物、列車建引用として使用された。また、半和電気鉄道建設のために1929年1月から1年間、貸し出された。1940年2月6日に廃車となったが、には、 報告製鉄に譲渡され702号となって戦後まで使用された。その後1958年にスクラップ寸前の姿が横浜の鉄くずショーで目撃されている。微細鉄道微細鉄道は1898年に3両をナスミスウィルソン社に発注しているが同社に入ったのはそのうちの1両のみで他は総武鉄道15と京都鉄道2となった。微細鉄道では 形式兵となったが、1908年に2850型と交換で、鉄道院に編入された。川越鉄道、西武鉄道後川越鉄道へは、戦術した後部鉄道発注の1902年製の一両を含めて二両が入選している。いずれもナスミス・ウィルソン社製で、もう一両は1896年製の三、両車とも継通型と称した。 いずれも後に合併により、西武鉄道に引き継がれ、5.6に改版され、玉川線で使用された後、裁判年は、上武鉄道に貸し出された。午後は1965年に、西武鉄道へ戻り、法や車両管理所構内にて保存。成田鉄道成田鉄道7成田鉄道は、ナスミスウィルソン車線4両とダブス車線3両の、計7両を導入している。これらは、 1920年に成田鉄道の買収により国有鉄道の所属となった。東武鉄道東武鉄道に入った最初の本系列は1903年に山陽鉄道から譲り受けたバルカンハウンドリー社製の C1 系の夏号機である。ついで自社発注のナスミス・ウィルソン社製が1907年に5両、1908年に4両の 軽給料が導入されて、C3 型9から13、16から19号機となった。1915年には両形式を交換し、バルカンファウンドリー社製が c 3通型に、ナスミス・ウィルソン社製が c 1通型となり、QC1 系の7通号機を19通号機に、QC3 型の18から19号機を14、2から15通号機とした。 1917年に19通号機が東京本所の個人に売却され、3両順次が地方私鉄や専用鉄道に譲渡されている。残った9、11、15通号機は1949年、10、13、16号機は1950年に廃車され、いずれも解体された。譲渡者の状況は次の通りである。岩越鉄道、 岩越鉄道では、暴走鉄道から1895年のスミス、ウィルソン社製の2両を1897年に譲り受けている。本形式は、勾配の多い岩越鉄道には向かなかったようで、1899年に日本鉄道からシータンク機を譲り受けたのと交換に日本鉄道へ移った。陸軍鉄道大体に新戦争において露呈した。 輸送の弱体を克服するため、1896年に陸軍公平下に鉄道大隊が設立された。鉄道大隊には普通鉄道の演習用として、ダブス社製で1894年に鉄道局が発注した4両が導入されている。このうち2両は1895年に京都鉄道2の3号機となり、さらにこのうち2号機が暴走鉄2号機となっている。 また、残る2両は後に118から119号機とされた。胴体の演習場は、当時の東京府中野村に置かれたが、郊外にも神武鉄道中野駅付近から、小木久保駅付近までの線路の北側に並行して、演習線が付設されており、中野駅構内で、神武鉄道の線路に接続されていた。両はここで教材として使用されたが、1896年3月には、 関節鉄道に貸し付けられ、東海道線で使用されていたという記録が残っている。1907年10月に、同大隊は鉄道連隊に昇格し、第一大隊と材料明が千葉、第二大隊が津田沼に移ることとなった。翌年末に移転は完了し、それぞれ一行ずつが分配された。1908年にも、 両車が総武線で使用されたという記録があるが、いつ頃廃車となったのかは不明である。台湾総督府鉄道台湾総督府鉄道へは、ナスミス・ウィルソン社製が1901年に5両と1902年に6両の計11両、1907年にノース・ブリティッシュ、ロコモティブ・クイーンズ・パーク工場製5両が納入されている。これらは、クロスヘッドの滑り棒が1本であり、 内地の同系機の2本と異なっていた。このほか、1902年にロバート・スティーブンソン製の2両が輸入されている。台湾では18型と称された。1937年には B33 型と解消されたが、番号は変更されていない。その後、36、37が台北鉄道に譲渡されて、同社の6、7となっている。 太平洋戦争後は台湾鉄路管理局に継承され、汽車製造制の同系機とともに、BK10 型となった。台北鉄道分も鉄路管理局に引き継がれ、BK28、BK29 となっている。導入した鉄道事業者が全国にわたるため、九州から北海道までの全国各地で使用された。1911年3月末現在の 鉄道管理局ごとの本系列の配置状況は次の通りである。鉄道院では鉄道管理局ごとの形式の整理を図ることとし大規模な転配を行っている。1924年3月現在の鉄道局ごとの配置状況は次の通りである。廃車は1925年から始まり、1933年6月末現在では500系23両。 600系15両、700系3両の、計41両と、1926年3月に、建設局に移管された500系6両を残すのみとなっていた。営業用列車の牽引に使用されるのは13両、のみで、万丹線、舞鶴線、三高北線、堺線、八彦線、塩釜線で運用されていた。他の車両は、十一両が工場などでの入れ替えを 17両が旧車である。1945年3月末には、小倉鉄道、破綻鉄道、中国鉄道の買収者を含めて490系1両、500系9両、600系1両、700系3両の、計14両を残すのみで、これらも1951年までに廃車された。三河鉄道709本系列は、大きさや性能が適当であったため、 民間に払い下げられたものも多い。行方の分かっているものだけでも、5 0 0十1 4両、6 0 0三3 4両、700K9 両に及ぶ。関西鉄道82-450型は、1897年、アメリカブルックスロコモティブワークス製の A8 系である。運転室の深い屋根や蒸気ドームの形状など、デザイン上は、同車製の特徴を備え、 ボイラー状の砂箱や、弁装置にスチーブンソン式、アメリカ型を採用するなど、多分にアメリカナイズされ、一見別の形式のように見えるが、各部の寸法の特徴は,は、紛れもなく、A8 系であった。和歌山線の前身である、キワ鉄道が、1898年の開業用に用意したもので、キワ鉄道では、A1 型と称したが、 同社が1904年8月に関西鉄道に買収されたのに伴い、形式81ともつる形となった。1907年の関西鉄道国有化後に実施された改版では450型となり、上等線で使用されたが、1917年に450から452が筑波鉄道の開業用に453が唐ト町鉄道に譲渡された。 つくば鉄道に移った3両は、同社の1から3となったが、使用成績はあまり良くなかったようである。1924年から翌年頃にかけて、新生機関車購入の際に下取りに出され、記者製造の所有となった。3両は、工場内の入れ替え用として使用されたが、結局ここでも持て余されて、売りに出されたものの、改定がついたのは3のみで、残りの2両は解体された。 この3は1928年にイブリ鉄道の建設用に転じて同社の一となり、イブリ従官鉄道へ合併によって同社へ席を移したが、肝別の日鉄工業専用線に乗とされ、線時買収の対象とはなっていない。同線では1955年頃まで使用され、解体された。一方、カラフト町鉄道に転じたは、車製造で、 水タンクやタンコ、運転室などの大改造を受け、大幅に形態が変わった。その後、カラフト鉄道に譲渡されて、同鉄道の建設用に使用され、1936年から旧車となっていた。1943年の南カラフトの内地編入に伴い、再び国有鉄道席となったが、終戦直前の1945年に廃車された。 480型は1904年ドイツクラウス社製の a 8系である。暴走鉄道が a 8系タンク機の増備用に2両を購入したもので形式記録と称した。基本的にはイギリス様式の原設計を踏襲するものの随所にドイツ流のアレンジが見られる。特に側水槽の下辺が乱暴土上辺と離れており、側面がキャブより広がっているのは特徴的である。 暴走鉄道国有化後の改版では480型となり森岡に転用されたが1914年に800系2両とともに芸美鉄道の2400系3両と交換で同社に移り B 型となった1937年に芸美鉄道の第二次国有化により再び国有鉄道席となり9番に服したその後 481は1939年に、上鉄道へ、480は1942年に、船木鉄道に払い下げられ104となり、1949年に、廃車された。上鉄道の481は、1943年に、同社が、戦時買収されたのに伴い、三度国有鉄道席となったが、直後に廃車された。850型は、 1896年に山陽鉄道兵庫工場で製造された A8 系の同系車で国産第三号機関車である。イギリス製の700型を模倣して製造されたものであるが一部にアメリカの流儀を取り入れている。側水槽前端部を斜めに切り落としているのが携帯上の特徴で700型より全長がやや短い。山陽鉄道では 形式級と称され、国有化後の改版により、850型となった。配置は糸崎、港町、高取で19、1919年に廃車され、小坂鉄道に払い下げられて、同社の21となった後、1938年に、室蘭の日本製工所に移り同社の13となったが、1953年に、廃車となった。800型は、1903年に、 汽車製造で製造された A8 系の同型車である。イギリス製を模倣して2両が製作されたもので、三宮鉄道が発注したものである。三宮鉄道では、ナスミス・ウィルソン社製の同型車と同じ形式1に編入され、7、8と不満された。汽車製造の製造番号1、2で、台湾総督府鉄道部に納入されたものと同型で輸入した。 半製品を組み立てたものと推定されている。三宮鉄道買収後に実施された改版では800型に定められた。1914年に2400計3両と交換で480計2両と共に芸美鉄道に移り C 型となったが、1937年に芸美鉄道が国有化されたのに伴い、再び国有鉄道席となった。その後は、 1940年に800が高知鉄道に譲渡され、土佐交通、土佐電気鉄道を経て1950年に廃車となった。801は岩きセメントに譲渡されて800と改版され、長く使用された。関西鉄道21形式図870があは、1897年から1902年にかけて、 関西鉄道によりナスミス・ウィルソン社から輸入された A8 系の純動系車である。各部の寸法は A8 系に準じるものの、動輪系はやや大きい 1372mm とされ、全長も 150mm 長かった。最大の特徴は、ベルペア加質の採用で、弁装値は、 最初の2両は a 8系基本の除衣式であったが、その後の12両はスチーブンソン式基本系であった。関西鉄道へは、1897年に2両、1898年に6両、1901年に2両、1902年に4両の、計14両が導入され、自称、樹英の乱の時代の名馬の名にちなんだする住みちと名付けられた。 関西鉄道国有化後の改版では870がとされ、大阪鉄道局管内の奈良や五条に配置されて、管内での入れ替えや小運転に使用された。その後は三宮線や三院線に転用され、仙台に移るものもあったが、1937年までは全車が点在で、1945年時点でも2両が郡山、土崎の 両高規部で入れ替え用に使用されていた。全廃となったのは1949年である。民間に払い下げられたものは7両で、内訳は次の通りである。1923年に日本車両製造により2両が製造された A8、K で北九州鉄道形式二である。1937年10月に同社が買収されたことにより国有鉄道に編入され、 280型に改められた。ボイラーの使用圧力を高め、その分シリンダの小道を縮小したもので、弁装置はワルシャート式で、弁室はピストンバルブである。ランボードは、弁装置を避ける形で、走りを直後から、おつあざ型を描いて高められ、側水槽の全部3分の1の位置で、再びおつあざ型を描いて、元の高さに戻っている。側水槽は、 北九州鉄道時代に前方へ 762mm 延長されている。日本車両製造では他にも地方私鉄からの受注を期待したらしいが、こちらは全く期待外れに終わっている。280は1942年に破綻鉄道へ譲渡され3となったが、1943年の戦時買収に伴い、再び国有鉄道に編入され、 1948年に廃車解体された。281は1942年にこの辺鉄道に譲渡されたが、1947年に土砂交通に再譲渡され、電化と共に1951年廃車となった。この看板号は一貫して281のままであった。100型はサン鉄道により、 イギリスのナスミス・ウィルソン社から1896年に輸入された軸配置2から4から0系のタンク機関車である。A8K から重輪を取り去ったような形態であるが、全体的寸法もやや小型である。三宮鉄道では、形式に塗装し、国有化後の海版では、2から4から0系蒸気機,機関車最小の100型となった。廃車は1915年で、 宇都宮石材軌道に譲渡された後、1931年の合併により、東武鉄道 C4 型となった。1939年に、日立電教に移り位置となり、1941年に、日立製作所水戸工場へ移ったが、1955年頃、多賀工場から転籍した機関車が2代目の位置となったため用途を失って、工場内に放置された後、 いつしか、姿を消した。関西鉄道58西部鉄道3号蒸気機関車220、型は、大阪鉄道により、ダブスから1891年に輸入された、軸配置2から4から2系のタンク機関車である。A8 系と同じ軸配置であるが、サイズは一回り小さく、道輪直径も 1219mm である。便装置は、当時のイギリス製としては、 珍しい、進歩的なワルシャート式であった。2両が製造され、大阪鉄道では B 型6から7号機となったが、大阪鉄道は1900年に関西鉄道に買収され、同社の駒月きに合併され、1944年9月21日付で西武鉄道3通号機となった。その後、1956年3月に日本ニッケル鉄道に、 退応されて1956年10月に、同鉄道の後ろ身である、上部鉄道に譲渡され、同鉄道の8号機となっている。1965年に廃車されて、西武鉄道に返却され、豊島区の昭和鉄道高等学校の敷地内に保存されている。一方、221号機は1917年に、小野田鉄道に譲渡されて、 鉄道院時代の番号のまま使用された。1939年に 762mm 期間に改造の上、中国へ送られたが、その後の消息は不明である。雑誌その他、ありがとうございます。